どうもこんにちは、ヒカルです。前回のマイライフの続きから始めていこうと思います。お願いします。じゃあ出かけます。早速とりあえずね、ドライブしますね。やっぱね、車スキルを上げておきたいんで、仲間と、よし、誰にしようかな。おお、ここ、糸井。くそ、不在か。お、俺の当番か、これは。よし、行こう。あ、1対1。マジで ?1 失点で誰やねん、相手。お、リーグ最速の150奪三振を記録した。いいね、いいね、いいね。有力選手選ばれてた。惜しかったぞ。勝て。あかんあかん。楽天戦勝つんでかいのに。惜しかった。ナイス。いや、オリックス強いぞ。あかん。負けた。1400万やからな。やばい。いや、毎月入ってくるね、いっぱい。3億ぐらいやから、普通に12であったら2500万ぐらいやけど、多分税金で1000万ぐらい持っていかれたやな、これ。税金、まあでも、俺は高額所得者やから税金を納めるのは当然やと思っとるからな。うん、税金を納めてなんぼよな、うん。俺はそう思うけどよ。納めまくろう、税金は。貢献しよう、社会に。それが俺のやり方だ。ほほほほ。打ちっぱなしやろ、これもう。よしよし。出かけようぜ。おお、いいね、いいね。来たぞ、来たぞ。休んどこう、とりあえず。楽天戦大事やからな、ここ。ここが大事よな。押した、勝った。よしよし、出らして。誰だと思ってやがるんだ、俺を。クククククク、そし、勝った。よしよし、来た。 4.5 ゲーム差。これはもう優勝。惜しかった。よしよしよし、優勝見えてきたぜ。お、MVP やった。大きかった。ナイスナイスナイス。いやー、5ゲーム差でかいね、これ。あ、4.5。いやー、今年は勝てそう。もう8月やからな。今年は勝っちゃうぜ、俺は。悪いけどな、今年は勝たせてもらおうと思ってるんだ、俺は。ブロガーとしてブログ書こう。よしよしよし。あなたのブロアセスが100人を突破しました。レッスンがどう出した。いいね、いいね。アクセス100、まだ100かよ、アクセス。これは大投手やぞ。ツイッターのフォロワー数10万おってもかけないレベルやぞ。100って100はおかしいやろ、ちょっと。まあ、ドライビングしよう。誘ったらあかんわ、これ。みんな連れてこへん、俺のスキルが弱すぎて。よし、スキルをコツコツ上げるしかない、ドライブに。よし、来た。4失点か。あかん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 、負けれない。ここで突き放せ。よし、来た、勝った。よしよしよし、あかん、負けた。よし、来た。よし、勝て、オリックス。お前、あかん、楽天が詰めてきた。まずいぞ、楽天が。じり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 。モール行こう、モール、ショッピングモール。何買おうかな。ゴルフセット買おうかな。オッケー。
ここは勝利しときたいな。シュッシュッシュッ、誰だ、罠か、いけるのお願いします。絶対に活躍してみてます。余裕やろ。よし、休んでおこう。耐えるの調子マックスで戦う方が絶対いいと思うよな。俺は楽天性あるからな、大事やな、ここは。よし、来た、勝った。よし、完封。完封勝利を記録したぜ、俺は。よし、勝った。よし、楽天も買ってきとるから。おっと、ちょっと詰められた、やばい、これ負けた、終わりや。よし、蹴った、よし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 、勝て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 、負けた、勝ってくれ。ラストラストラスト、勝とうぜ、勝とう。あかん、負けた、やばい、 1.5 ゲーム差、楽天が猛追や、やばい、これはどうしよう、どうしようもできんけど、くそ。今年こそ俺は優勝したいんだ、プロ3年目。スーパースター街道を通りたい俺は、早く優勝せなあかんと思ってる。スーパースターやからな俺は。そのスーパースターが3年目で優勝できんとおかしいぞ。おお、西武戦か。逃げ球すれば覚えとこう。読書しよう、読書。テレン、テレン。よし、来た、勝った。よし、14勝目。よし、200奪三振でかいぞ。おー、球速1上がった、やった。よし、勝った勝った勝った。だから楽天が詰めてきと、楽天負けろ負けろ、押し負けた、押し勝った俺ら、押し押し押し、でかいぞこれは。よし、これはでかい。たまったか分からへんな、これ。170球いきたいな。投手部門では3勝か、防御率3勝でこれ。おい、俺は入ってんのか。あ、月間か、これ月間やったら。でも3勝してへんかな俺。よし、いくよ。よし、逆転負けた、惜しかった。よし、 3.5 ゲーム、もらったぜ。押し、来た、あかんあかんあかん。いやでも楽天負けたから OK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  もらったぜ、もらったぜ。お、ピーナッツ、ピーナッツ、あえ、安い安い安い、買っとこう。もぐもぐ、うまし、惜しかった。オッケー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 。よし、俺の登板が来たか、ついに、ついに来ちまったな、俺の登板がよ。勝つ勝つ、え、マジで負けた。うわー、痛い、これは痛いぞ。勝ち、惜しき、よかった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 。もう優勝絶対してほしい。オッケーオッケーオッケー、悪くない悪くない。楽天とのゲーム差が離れんかったら悪くないぞ。よしよしよし、楽天強えな。オッケー、離した、突き放し、そういこう。オッケーオッケー、イージー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 。そして次俺が15勝目あげるから。よし、来たぞ。じゃあ休養しとこう。おー、いいね、8敗しくしてんの、えげついな。森本すげえな。
月間 MVP 乗本やったの取られたのか月間 MVP 俺がこの俺様が取られるとはな世も末とはこのことだろうか。奥一致合コンこれから見ようかな一緒に練習しようぜてれんてれん楽天戦俺先発かいきなりからマジでまた負けたまたかあかんあかんあかんこの調子わかんぞ全然勝てないマークが緩くなったあかんあかんあかんオッケーまあチームは勝ったからいいでチームはあかんあかんあかんチームが勝ちゃいいあかんやば詰められていきよう楽天にまずいおしよしよしまずいいいいいい現状いいしよよしよしよし悪くないよ次の試合で俺がピシャッと決めるから任せろ先手必勝は俺が打つよしお行こうここ行ったことないとこ行ってみよういろいろ川口散歩してみよう奥位置福田中絶対に活躍してみせますよ起用しとこう15勝目が遠いな押したよし15勝そして楽天戦相手によしよしよし惜しかったマジック点灯オッケーオッケーオッケー消していこうマジックを押し一気に2個入った熱いいやー熱いぞこれはこれは熱い楽天に3連敗3連勝かよし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 もう楽天取らせんぞ俺は取ってみせる俺が絶対によし投手も最多勝俺じゃよし来たお金子千尋すげえ我がチームのエースやばいなうんまあただ俺が勝つぜうわー負けとマジかきついなあかんあかんあかんこのままではあかんこれはどっちでもいいけどさ防御率勝たなあかん負けたグググあかん負けたやばい負けがこんどる負けがこんどるぞただ7ゲーム離してあと 10回勝ちゃいけるんやから俺が勝てばさかなり近づくと思うな他全部負けてもきっとそうのはずだどうしようかなゴーコン行こうゴーコン次へ奥へよし一緒に練習やっぱりこいつの方が高めとこうとりあえずうっ上げたやばい楽天の猛追が始まりそうな気がするから怖い絶対に勝てよ抑えろここでここでピシャッとよし来たよしレシテンオッケー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 いいよ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 おーおーオッケー悪くない悪くないオッケーマジ減っていけヘレ惜しい一気に減ったあちょっとちょっとちょっとヘレ惜しかったもう勝つ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 決めろここでなんか優勝したれ優勝したれあかんあかんあかん楽天が迫ってきよるぞあ
こう、ブログを書こう。なんだと？うわ、防御率低っ。金子シールやばい、防御率くそ、負けそう。防御率勝ちたかった。いや、刀でもあれやし、ミッション達成できんしな。あかん、くそ、低すぎる。金子シールの防御率が異常やぞ、あれ異常。俺は目の前の試合をこなすだけだ。よし、来た。よし、お、パーフィー優勝戦でパワースポにゲスト出演した。ほほほほ、よし、来た。オッケーオッケーオッケー、ジャイアンツか。勝ってみせよう。よし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 、圧倒的勝利。いやー、優勝した。3年目にしてやっとやっと優勝、優勝、優勝。怪物街道まっしぐらというのはまさにこのことか。お、焼きそば食べよう。焼きそばうまいからな。はい、らっしゃい。お、安い安い安い。あれ、食べない、ミスター、間違えた間違えた間違えた、間違えたぜ。そろそろな、給料も安定してきたからな、彼女が欲しいな俺。ブログから出会いないんかな、ブログから。今は買ってみようかな一回。よし、行こう。オッケーオッケーオッケー。防御率がなぁ、18勝はでかいんやけどなぁ、防御率がなぁ、金子千尋の防御率がやばいからなぁ、半端ないわけよ、あれは。あのお方が半端ないからなぁ。行ってみよう、一回。中間さん、どう？奥におらんのか。よし。オッケーオッケーオッケー。お、発見。お、ピーマンの肉詰めや、うまそう、リアルやな。おー、シーズン終わったぞ。とりあえず18勝か。よしよしよし、当然当然ですよ、こんなもん。お、防御率来た。あともう一個。うわ、来た、投手4冠来た。5冠取ったったぜ。まだあるのか俺には。最多勝、最優秀防御率、奪三振王、勝率第一位投手、沢村賞、ベストナイン、ゴールデングラブ賞、 MVP以上です。8冠、いや7冠か、2、4、5、6、7、8冠。当然の結果よ。全てにおいて俺はパーフェクトな男だ。おい、光る、余裕余裕。マークされて当然、生まれた時からマークされてたからな俺は。それが光る俺のことだ、よく覚えとけ、ザコどもが。よしよしよし、あとはもう結婚するだけだね、これは。ただ結婚した時に高級会社がないのちょっと痛いから、俺はドライブで技術を磨こう。よし、一人で。よしよしよし、ちょっとずつレベル上げていこう。
いやー大きかったねこれは。お出かけ、お出かけ楽しいな。もしお出かけしよう。読書、読書。逃げ球覚えよう、逃げ球。そろそろ覚えるはずないけどな。楽天が勝ち上がったな、やはり。もうすぐか、楽天戦か。憎き楽天か。田中には負けたくないな。ゲームの世界ぐらい勝たせてもらうぜ俺が。よし、これは逃げ球所属しとったら勝てると思う。もっとスキルを極めよう。俺は若いうちにスキルを極めとくべきや。これは逃げ球まだか。10月中ゾロ目か。ゾロ目じゃないか。勝たせてもらおう。はい、というわけで一旦ここで切ろうと思います。また続き、ぜひご覧ください。ありがとうございました。